はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？はい、またまたね、続きです。今日は午前中、お昼、午前中だったっけ、お昼だったっけ、あのライブストリームで途中までやりまして、こちら新都市ですね、ポケット、それからスリーループの新都市と土手紐まで入れました。でヒールどうしようかなって、ヒールどうしようかなって言ってたんですね。本来は、こちらのグラブの意図としては、逆巻きっていうことで、逆巻きで入ってたんで、まあ、好みとしては順巻きなんだけど、一応、まあ、後で入れ替えることもパッパッとできるし、このグラブが意図する、その、逆巻きで設計してるはずだから、逆巻きでね、入れよっかなーなんてね、思います。はい、入れよう。ね。で、逆巻きスタートだけど、この穴位置とかね、よく最初に見といて。うん、で、順巻きだとこうやってズボってこうやってね、行くんだけど、逆の場合はここにレースが残るの嫌だから、大抵この内側に挟み込むスタートになりますね。うん、こういう感じで。で、まあ、アメーカーによりますよ。止まってはいいんだから、その辺のね、糸はね、それぞれメーカーさんあると思うんだけど、こういうスタートが多いかなと思うんだけどね。こういう指あたり考えると、この辺にしとくか。ね、はい。で、ギュッて。で、お昼に言いましたけど、いろいろね、これね、レースもね、これここ中通さないとダメだからね。あのレースも色ね、これあのタンが入ってたけど、同じね、まあタンいいんだけどね、同じタン入れるのもなっていうことで、変えたいなと思ったんだけど、一般的にはこのタンだったら黒とかね、他のその、色いろいろ考えたんだけど、赤でもいいしと思ったんだけど、タンキャメルがね、割とね、好きなので、普通はタンレザーの、キャメルレザーのタンレースがね、今まで多かったと思うんだけど、このタンレザーにキャメルレースってね、どんなイメージかなということで、いっぺんやってみようと思って。それで、こういう形になってます。ね。うん、いいかなとは思うんだけど、皆さんのね、まだ感想も聞きながら、よいしょ。逆巻きだ。逆巻きだ。縦になるのかな。まあよいしょ。10年前のグラブなんでね。型もちょっと今とは違うんだけど、基本的には変わらないけど、こう指の向きかな。入れてみて、組んでみて、どうかなと。で、じっくり、楽しみたいなということで、毎日ちょびっとずつゆっくりやってますけど、こんな感じね。うん、こう、ヒール的にはこう来てるからな。よし。まあ、入れてみてよな。うん、せっかくこれ、企画が逆巻きなんだから、逆巻きってカタログでね、この前動画でカタログで一緒に見たと思うんだけど、逆巻きって思いっきり強調してファンクションで書いてたんで、逆巻きで言った方がいいのかなと思ってね。どっちでもいいんだけど、ボール取る道具だからね。うん、やっぱいいのかな、これで。レザーも綺麗になって、ここ砂もなくなったんで、ちょっと楽しみですけどね。うん。指のパッド長かったからな。ここは3連行くんだな、これな。うん、
まで行くんだ。はい、と。で、ここも行きますね。はい。次もあるのか。うん。これはこれで、いいのかな？で最後はなんだこれ、どうなってる、何が来てるこれ。あ、いいな、別に。よいしょ、こうして、うん、チャチャチャン、どうかな。ちょっと三ついっぺんいけるかなこれ、うん、ちょっと無理があるか。よいしょ、いけそうだな。よいしょ。ああ、やっぱ抜けたか。うん、もうちょっとだな。よいしょ、もう一つ通しとくかね。せっかくだから。今日、今あの録画ね、これから10時だけど、月曜日の何時だ今。アレクサ、今何時？午後8時23分です。うん、8時半ぐらいだけど、雨降ってきてね、結構ね、雨がね、ひどいんだわな。うん、どうだろうこれ。ボール。叩けばいい感じになると思うんだけどな。はい、今日のプレミア動画はここまでです。どうですかこれ。まだできてないから何とも言えないけど、こんなシェイプですね。はい、また続けてねやっていきたいと思います。今日お付き合いありがとうございました。